皆さん、こんにちは。私は質問役の東北大学工学部の松戸玲奈と申します。私は東北エネルギー懇談会専務理事の渡辺康弘です。どうぞよろしくお願いします。では早速ですが、講演者である竹内先生のご紹介をしていただけますか？はい、わかりました。竹内澄子先生は慶応義塾大学をご卒業後、1994年に東京電力に入社され、2012年からは NPO 法人国際環境経済研究所理事主席研究員としてご活躍されています。環境やエネルギー政策においては国連気候変動枠組み条約交渉、いわゆる COP にも参加し、さまざまに発信されておられます。その他にも21世紀政策研究所研究副主幹や筑波大学客員教授などを務められ、新聞での解説記事や著書も多数ございます。そうなんですか。では最初の質問ですが、先生の講演がなぜ11冊に選定されたのか、その理由を教えてください。はい、まずはこのタイトルですね。原子力に未来はあるかって、まさに直球勝負ですよね。竹内先生は原子力の利用には多様な観点からの検討が必要で、得られるメリットは何か、そのメリットはどこまで高いのか、他の手段はないのかなどを考え、一方リスクはどのくらい大きいのか、これをどこまですれば下げられるのかを考え、これらの比較によって判断すべきとおっしゃっています。つまり原子力を利用するなら、それに伴うリスクと向き合って付き合い方を考える必要があり、利用しないならそのための代替手段の明示と長期的見通しを示すことが必要と、冷静に論理的に考えるように述べられていることが選定の理由です。次に、断水最後の電気料金の値上がりについて、その内容を簡単に教えてください。はい、竹内先生は東京電力時代のご経験から、電気料金は所得の少ない方に大きな影響を及ぼすとお考えになっております。2014年度では2011年の震災前に比べ、家庭用が 25%、 産業用も約 40% 上昇いたしました。この理由には2つあって、1つは震災後の石炭ガスなどの化石燃料の輸入急増で、この額は震災前より 3.6 兆円も増えました。毎日およそ100億円も増加したということです。しかもこのお金は中東などの海外に流出しています。2つ目が、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを普及させるためのコストが電気料金に含まれていることです。特に産業用の負担が経済活動にも大きな影響を与えます。ところで、原子力発電は福島事故の廃炉等で22兆円も必要なのだから安いはずがないというのは本当なのでしょうか？まずすでに稼働して資本費などの大きなウェイトを占める減価償却が終了した発電所では、主なコストは運転維持費と燃料費なので、1キロワットアワーあたりの燃料費で比較すると、原子力が 1.5 円で、火力の8円から9円より圧倒的に安くなります。一方、新しく建設する場合には、原子力の建設には5000億円から6000億円必要になり、それに借り入れの利息や設備の利用率も大きな影響を与えます。したがって正確に言えば、原子力発電所は条件を整えれば
国民に安い電気を供給できる電源であると竹内先生は論じておられます。すると私たち国民の側の意識としてはどのような姿勢が求められるのでしょうか。はい、私たち国民はまずは日本のエネルギーの状況について関心を持つということですね。そして竹内先生は原子力に関わる問題について理解しようとする姿勢とその解決に向けて参画していくという意識が必要だとおっしゃっています。つまり安心というものは誰かから与えられるものではなく自分自身が意思決定プロセスに参画することで初めて得られるものであるということです。この点を竹内先生は明快に論じていらっしゃいます。魅力を語るビデオは以上ですが、竹内先生の知識と経験の詰まった要約版、さらには広場本体をお読みいただきますと一層理解を深めることができます。どうぞよろしくお願いします。